スカイライン GTR 4WD システムアテーサ ETS は前後へのトルクスプリットを完全に電子制御してしまう。ポルシェ959に匹敵する世界に誇るメカニズムなのだ。87年のモーターショーではまだずっと先のものとされていた技術がたった2年で完成品として売り出されるほどの進歩を遂げたのである。そして89年、最新のハイテクで注目するとすれば間違いなくアクティブサスペンションだ。前回のショーで超未来技術として発表されたにもかかわらず、今回のショーを目前にして、それもトヨタと日産から同時に世界初の市販化となったのだ。そう、アクティブサスは F1 のメカ。不完全な部分が多い上、レギュレーション的にも不自由になったため F1 からは消えたメカだが、市販車の技術としてどの程度の可能性を持っているのだろう。中谷昭彦が一番乗りをする。今年のハイメカニズムで一番やはり特筆すべきは GTR の可変トルクスプリット式の四輪フルダイナミックシステムですね。これがやはりナンバーワンだと思います。前回のモーターショーでさまざまなシステムの四輪駆動車というのが出ましたけども、この2年間でスカイラインまで進化したという意味で、やはり特筆すべき点はいろいろあると思います。ただ今回ですね、アクティブサスのセリカとインフィニティ乗ってみましたけども、アクティブサスこれ世界で初めてなんですね。でまだ取っかかりの部分で、これからまだまだ制御していかなきゃならないものでいっぱいあると思うんですが、次のモーターショーまでに、このアクティブサスがどれぐらい進化するかという意味で、初めの一歩の部分をですね、チェックしてみたいと思います。一番の狙いはその安心感あふれる走りと、それからゆとりある走りをそのメカサスに対して飛躍的に向上させようと、やっぱり安全っていうところの思想が最初に入ってます。今年の初め、デトロイトショーに参考出品され、10月17日から国内での販売が開始されたインフィニティ Q45。 これが日産のアクティブサス装着1号車。この車はトヨタセルシオとともに日本を代表し、アメリカ市場でベンツ S クラスや BMW 7シリーズと勝負しようという国際サイズのラグジュアリーセダンである。セルシオやベンツなどとは明らかに違う日産らしいスポーティーなフォルム、思いっきり豪華なインテリア、そして 4.5 リッターの V8 エンジンは日本でアメリカでどのような評価を受けるのだろう。それではインフィニティに採用された油圧アクティブサスの機構を見てみよう。前後左右上下の各 G センサーからの情報は2つの16ビットコンピューターによって瞬間的に検算され、走行状態を感知。1立方センチメートルあたり 100kg の圧力を持つ油圧システムによってダンパーをコントロールする。コーナリング時には外側の油圧を高め、逆に内側の油圧は緩めることでロールを抑え、バンピーな路面では凹凸に合わせストロークを伸び縮みさせることで車体の上下動を抑えようというのだ。インフィニティのアクティブサス仕様に乗っていますが、かなり高速で今バンクを上下していますが、意外とロールするんですよね。それで本当にそのアクティブサスっていうのは働いてるのかなっていう気がします。インフォメーションっていう重要なと思われるんで、ロールもだいたい普通のメカサスの3分の1程度、ピッチングなんかも半分程度に抑えてドライバーにインフォメーションを出そうと。フロントのロールはそれほど感じないですけど、特にリアの沈み込みロールっていうのはちょっと大きいような気がします。まあ車速が速いし車重たいんで、通常の走行、そうですね、100キロ以下のレベルだとちょうどいいのかもしれませんね。
この辺でかなりこうリアが沈み込む感じがしようかな。沈んだ時にステールが流れちゃうんです。荷重オーバーでオーバーステア方向になるかもしれません。高い速度で旋回するとそういう風な制御にしてます。やっぱりフロントが負けるとやっぱり運転しにくいということで、リアを先出してロールを出して、それで人に限界に近いことを知らせようと、そういう風に、そこがかなりの草案のところのポイントになってます。そうですね、サスペンションはそうですね、スプリング自体はかなりやはり柔らかめで乗り心地重視になってます。その割にはこの速度域から考えると少ないのかもしれません。ただやはりハードスプリングで相対的に足の硬い車と比べたら、それを補って余りあるっていうほどの働きは持たされてないようです。ハンドリングの面で左右の、荷重移動っていうのはある程度利用することができるし、自然な動きとして捉えることができる、そういう範囲内の設定になっています。今度はハンドリングコースでインプレッション。ここだとかなりコーナーのアプローチでブレーキングしたときにですね、やはり全然ノーズダイブかなり制御されてるんですね。その辺が、果たしてフロントタイヤにちゃんと荷重がかかってるかどうかっていうのが、ステアリングを切って車が反応するまでわからないという、通常の車ですとノーズダイブすることによって、今荷重かかったなっていうのをダイレクトにわかるんですけども、この車ですと、ステアリングを切ってタイヤが応答してくれるのを確かめるまでわからない。ちょっとコーナーにオーバースピードで入り気味になりますね。そういう感覚が出てきちゃいます。相対的なスプリングの硬さから見ると、ロールが少なめで、特にフロントですね、リアはかなりロール感じるんですが、フロントはかなり制御されてるっていうのは分かります。125キロで通過。GT4 よりも4キロ速い、まあ、GT4 でもいけないことはないと思うんですけども、精神的な面で、こっちの方が楽ですね。いつもなんか下から押されているような違和感っていうのはちょっと残るんですけども、その代わり、まあ、減速度の見極めっていうのを誤らないように気をつけなきゃいけないと思いますね。GT4 でね、115キロで抜けられるコーナーってあるんですね、波状路で、右下り右コーナーで、すぐ左コーナーがあるところで、意外とおっかないんですよ。でそこをね、アクティブさすのはそのロールしないとかそういう問題じゃなく、125キロでいけるんですよ。中谷さんとしては例えばね、まあ、残念ながらセリカ乗ってないんですけども、今後ね、アクティブサスの生きる道っていうのはどういうふうにあると思いますか？まあ、なかなか国産車で市販車で大量生産となると難しいと思うし、はい、その作る側がね、どの辺でアクティブサスを特に効果的に働かせようかっていうポリシーがしっかりしてないと、はい、全く意味がなかったりね、余計なものになってしまう可能性あるよね。でコストがやっぱりかかるだけに、もちろんその耐久性の面も心配あるけど、はい、本当にユーザーが買ってよかったなって思える効果を、はい、そのメリットとしてね、はい、出せるのかどうかなっていうのがすごくあるね。理想の足回りへのハイテクとして選ばれたアクティブサスペンション、今現在の段階では中谷昭彦が指摘するいくつかの課題を抱えているようだが、今回の2台の動きからもロールピッチング発生後の収まりの良さは映像から十分に判断できたはずだ。この研究の成果はやがてタイヤや足回りの基本レイアウトはもちろんのこと、車作り全体にまで影響を及ぼすに違いない。